今日はなんで呼び出されたのか分かってるんだろうな。うん。桃か、お前またテストで0点を取って、いい加減にせんね。その話はしないでください。なんだこの問題は。お前1の段と2の段ができていれば解ける問題だぞ、これは。桃かは算数が一番苦手だしね。しょうがないよ。しょうがないじゃ済まされない。中学生で九九もできないなんて、留年してもおかしくないぞ。留年？それ何？食べ物？おい桃花、ちょっとお前の思う一の段を言ってみろ。1×1が2、1×3が3、1×4が5、1×4が6、1×5が6、1×6が7、1×7が14、1×8が8、1×9が10、1×10が100。なんねこれは、8しかあっとらん。桃か、お前の頭は小学生以下なのか。まずは九九とは何かな。九九にはかける数、かっこ右側、かけられる数、左側が存在する。1×1、陰1が1が1が1個ある。ということを示している。つまり 1×2、陰2が2は1が2個あるということを示している。それじゃあ問題だ。 1×3、陰3が3の意味は何だ。私はわかるけど、ユーナはどう。私ももちろんわかるよ。それじゃあ視聴者のみんなと一緒に答えを言うんだ。せーの、1が34個ある。このように1の段は1を陰って言って、ちょ笑わないで。確かに1、17が1って書いてるけど、これは作者のミス。陰7が1よ、みんな。陰7が1って覚えてね。じゃあ、グッバイ。1の段は九九の中で一番覚えやすくて、かける数と小、かっこ答えが一緒になるんだよ。ちさとちゃん、ゆうなちゃん、せんせい、ありがとう。これで私も1の段完璧だよ。ほんなこんねん。あはは、それじゃあこれで、バイバーイ。はは、僕は夢の国のライドピー。なら問題だ。1×7は何なっと。え、てん、14。一丁分かっとらやられ、このバカチンが。おへ。はい、今回特別出演してくれました私の実の鬼の、あ、待って、今鬼って言ったね、うん、ごめんなさい、間違えました。私の実のおじのキノコ一郎さんです。拍手、みんな拍手。はい、今ね、熊本弁のエキスパートです、この方は。で、今新米パパさんですね。で、今今使いすぎてんな私、まあ、とりあえず腕の中にいるのがケンタくんです。それじゃアディオン。